はようございます。元気ないな。おはようございます。落水しないように気をつけてプレーしてください。GG よろしくお願いします。よし、よし、来た。もう一匹目。丸坊主ではないんですけど、小森さんの言った通りちっちゃいのが多いのかな。当たってる。これ当たった。はい、魚探にちょいちょい映っているこういうのは、こういうね、小さいバスみたいですよ。はい、またのんきサイズっぽいね。親指がこんなでっかく見えるもんね。ありがとう。これももうチーンですよ。25センチ。いや、俺も25センチ。ピンチピンチ。そっか、山田さん古代から結構形になってんのかなと思って。これをやり続けちゃう。島からずっとやってきちゃった。いやー、瞑想瞑想。どうしていいか分かんないんで、冬の定番スポットをディーパーでもかけながらやっていこうかなと思います。やべえ。まいったな。よし、来た来たよ来たよ。久しぶりの一匹。これはキーパーありそうよ。よっしゃ、山さん、ちっちゃいけどキーパーはあります。いや、何時間ぶりだ。久しぶりにバス釣りました。はい、久しぶりのキーパーフィッシュポイント移動大成功。丸飲みね。4匹目だけど2匹目、釣れました。もうここでとりあえず揃うまでやるしかないんじゃないですかね。最初 V 際でやって10メーターに置いて岸際に入れて立ち木ふわふわでしたね。1匹目です。当たりは1回ありました。ここら辺の立ち木に、これですか、魚探です。ちょっと今日はさすがに魚探使おうと思って。これ投げれる魚探なんで、山田さんのサイドの水深も丸分かりです。山田さんの魚探だと立ち木の位置とかも全部バーって映るんですか。あー、すごいっすね。やっぱほんと、もう一匹かかってくれればちょっとはなんか試してみたくなんすけどね。はい。
暑い。風が強い日の風がなんて。はい。おい、頼朝で風に巻かれて一人ですげえイライラしてました。出たこれと思って。あっちゃこっちゃになりやがってみたいな。はい。み、あの、この風の中で。俺はラダーに頼っちゃうともうラダーなしじゃないと生きれなくなっちゃうんで、個人的ラダー禁止令を自分に出してます。お、来たかな？ソロインコしました。あー釣れた。5匹目。はい、リミットメイクしましたよ。どこに最後かけるんですか。はい、終わりか。終わり。よっしゃ、楽しかった。やっぱね、亀山の大会遊びっちゃね、最高っすね。時間の流れが早い。あっという間にもう一日が終わっちゃうからね。そんだけ集中してるってことなんでしょう。今日はディーパーもありがとう。はい、帰ります。はい、というわけであっという間の13時50分、ボート屋もね近いんでね、もう帰ろうと思いますが、なんとかね3匹は釣ることができたんで、これから県漁に向かいたいと思います。やばい、ぶつけられる、ぶつけられる。悪いな。情熱大陸の密着取材です。最後バルナどこで来たんですか。山田さんからあの画像が送られてきたから、やったよ山田さん、やったと思ったら、バビりました。山田さんこのタイミングで送ってくるってことは何かやったなと思って。山田さんこれがロケットして今日終わるんですよね。いや分かんないですよ、何があるか分かんない。分かんないってこれ分かるよ。逃がします。ああもうなくていい。そんな俺だけがノーフィッシュの。ノンキーパー3つ、キーパー2つ。おー、昨日結構実はね7メートルにでかいのが釣れたとこあったんですけど、はい、そこは不発だった。あカブがやってきて、カブが1本40分ぐらい食ってきましたね。ここら辺はやっぱり日替わりな感じなんですか、この時期っていうのは。昨日良くても全然レンジとか位置が変わっちゃうもんなんですか。いや基本僕はもうこの時期ガイドなんで、はい、数いっぱい釣りたいんですよね、はい、釣れなくなる時期なんで、はい、で、まあ、やってると数がいっぱい釣れる人、サイズも出る人、数が全然釣れない人、サイズが出たけど数が釣れない人、いろいろあるんだけど、はい、それ条件がねいまいち12月中はつかみにくいっす。もうちょっと1月とかで固まってくれちゃった方が、そうですね、絞りやすいっていう。はい、まあ強いて昨日と違うところで言えば、昨日は結構気温がすごい上がったんで、はい、まあ、夜晴れて星ありきしたんで、はい、ちょっと今日バスレンジ落ちたかなと。あその反面結構体力のあるやつは上に上がったやつもいて、それが大きくメリハリつけちゃったから、まあ、ダラダラとミドルからディープをやってるともうサイズアップしたいなと。3本揃いました。3本揃いました。
975。あ、1キロいかないんだ、はい、グランドチャンピオンシップはおきびちゃん、おきびちゃんに、はい、こいつはちょっとねマシなサイズ、よいしょ、ありがとう。12月の亀山で遊んでくれました。バイバイ。さん、犬のそれ事故なんだ。え、いる、大人の事故ですよ。すみません、なんもないですけど。審査専用で。これ椅子だよ。あ、でもさ、あれ何匹釣ったんだっけ。え、魚は6匹釣ったよ。じゃあやりますよ。スンタラスだっただけで。独演会みたいになってるよ。やっていいですか。どうぞ。いいですか。どうぞ。あそこの人が関係の人、あれ一般の人、あれ一般の人、はい、一般の人、ちょっと驚かせてもらっていいですか。ちょっと気になるんだよね。いじわりが気がするんだよ、あそこで。はい、それじゃあ皆さんお疲れ様でした。今年で、最後となります、グランドチャンピオンシップも、無事に終了しまして、今回も、青木プロと、小森プロに、ゲストとして来てないよ俺、ね、はい、たまたまここに来て本気で参戦していただきまして、ありがとうございます。昨日の夜の飲み会を本気で参戦しただけ。昨日の飲み会が始まったんで、今回ですね、36名の権利獲得者が、参加いただきまして、ウェインが25名でした。そのうちさすが皆さん、権利をね獲得した方々、あまり権利権利と言い続く人がいるってやめましょう。いや、あえて言ってますよ。あえて言ってます。まあね、あのウェイン率もそうですけど、リミットメイク率も、半分ぐらいは感じで、まあ、皆さんね、さすが亀山の面白いなという感じがあります。で今回も、協賛の方をたくさんいただいておりますので発表させてもらいます。小森プロ、はい、青木プロ、フォワードブルー様、セディション、仙道兄貴様、バリバス様、ティースタイル馬場様、協賛いただいております。ありがとうございます。はい、では、早速、上位3位の方からお呼びします。優勝の方以外は取り分け何も用意しておりませんので、この辺はご了承ください。第3位、3本 1420g 森田誠さん、はい、はい、続きまして、第2位、3本 1450g青木プロ、ね、最後のグラチャンチャンピオンはなんとなんと3本 1505g ディーサル馬場ちゃん。馬場ちゃん先週より嬉しそうだな。それでですね、ここからはインタビュアーの方を、小森プロ、はい、ぜひやらせてくれと言われたんで、言ってねえよ、ちょっと。まあ、この指定対決というか、小森さんもそこにもちろん加わってますけど、なかなかいい争いだったと思います、最後のブラちゃん。このワン、ツー、スリー、森田さん、青木プロ、馬場さん、もう一度盛大な拍手を。ではお先にお戻りください。あ、1位だな、なんかあ、これ1位に青があるんですよ。セディションの兄から優勝した方に、
上位に入った方でこうやってまたナンバーワンを決める大会をぜひやっていきたいと思います。まあ、どんな方式になるかまたその
時代の流れを見てデジタルウェインとかもね、そうそう考えた方がいいかもしれないし、そういうのもひっくるめてちょっとまた考えてぜひやろうと思いますので、ぜひ来年も12月のこれ第2週だね、予定的にはいいグラチャンをやりましょう。よろしくお願いします。あとじゃあ、あぶりです。皆さんお疲れ様でした。そうですね、本来ここからシーズンオフになると思うんですが、僕は12月の30日からまたアメリカの方に行って試合が始まります。お土産、そうですね、トさんにお土産を買いつつ頑張っていきたいと思います。ウェインとかもインターネットで見れるようになってますけど、ぜひそっちの方も見ていただけると嬉しいです。まあ、冬でもあのバスするバスで皆さんの時はオフシーズンと言わずにフィールドに通っていただければなと思います。